琉球ドラマナイト、かんこどりの泣く夜。今夜も始まりました、かんこどりの泣く夜。役者の神崎秀俊と作家の小原武史でお送りします。小原さん、はいはい、ですね、今日からちょっとしばらくホラー映画についてお話をさせていただこうかと思うんですが、でこれはですね、まあ、神崎秀俊セレクションということで、はい、なので僕ね、基本的にそんなにホラーを見るタイプではなくてですね、実はで、どうしても僕のセレクションになるとやっぱ子供時代に見たものが多いんですが、なのでちょっとリスナーの皆さんの年代とどう当てはまるかわからないんですけども、まあ、いわゆるちょっと名作って言われてるところをちょっと選んできてるんで、はい、で今日また紹介したのがオーメン。ありましたね。オーメン知ってあります？大好きですよ。これはね、まあ、軽く話しますと、1976年のアメリカ合衆国の作品。うんうん、で6月6日午後6時に誕生し、頭に666のあざを持つ悪魔の子ダミアンをめぐる物語。僕らの年代すごい流行りましたけどね、これね。これ666って、今すごくこの陰謀論とか、結構いろんなところで流行ってますけど、多分これが走りだと思うんですよ。そうですね。もともと相性は新約聖書のヨハネの目次録にね、獣の数字ってやつですよね。そうですよ、うん。で、これは多分このオーメンから、多分この66っていうのが結構一般的に認知されたのかなと思うんですよね。ですごくやっぱこのキリスト教的な、多分ね、これ僕らよりも、欧米のキリスト教系の方が見たらかなり怖い表現があるんですよね。でしょうね。冒頭がね、多分ね、中東の遺跡からスタートするんですよね。うんうん、そこにあるなんか悪魔の像みたいな。あ、それエクソシストです。あ、これエクソシストか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごっちゃになってるね。あれメリン氏エクソシストですね、あれ。ごめんなさい。ダミアンは666で、あ、お母さんが、そうなんですよ。犬。ハッカーを売ると、犬だったんですよね。そうなんですよ。山犬の子供を育てた。うん、で、それが悪魔と山犬の間にできた子供だったという、まあ、設定ですね。で、スタートするんですよ。で、最後これあれですよ。うん、3まで行くと、まあ、だんだん予算もなくなってきて、映画的にはしょぼいんですけど、大統領になると。つまり世界制覇をするというね、うん、悪魔がね。で、確かあれですよね。どっかでその救世主が生まれてるので、それを、なんかその3月24日かな？日にちが分かってて、その日に生まれた子を全部殺しに行くみたいな。うん、ちょっと話が逸れていくんですけど、で、僕はこれはすごい怖かったのが、このなんていうかな、出てくる人たちの死に方っていうか、はいはいはい。殺され方。殺され方。首ちょんぱとかね。飛来心がこの胸に突き刺さるとか。そうなんですよ。カラスに殺されるとかね。鳥に、そうそう、カラスに突かれて死ぬとか。でもね、僕がね、一番怖かったのは、エレベーター。はい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 。エレベーターに乗ってる人が、上からワイヤーガンみたいなのが降りてきて、体が真っ二つになるっていう。そうなんですよ。断面が見えててね。あれ、2ですよね。2なんですけど、でも、あれからやっぱり僕、未だにちょっとエレベーターのと怖い。ワイヤーが降ってくる。ワイヤーが。いや、だからね、やっぱ、これ多分子供の頃から見てるんで、やっぱちょっとトラウマっちゃ、トラウマ。ああ。これと、湖の中に落ちるんですよ。これも2なんですけど。氷でしょ？そうそうそう。氷の張った湖でボンと落ちて、そのままこの入っていって、うん、こうなんか、うわーって助けてくれってやるんですけど、最後溺死するのかな。うん。あれね、なんか、メイキングで言ってましたけど、うん、スタントマンが死ぬギリギリの限界に撮ったらしくて、まあ、当時 CG も何もないから。うまいですよね。やれば嫌ですよ、僕お金もらってもあんなことするの。そうそう。ちょっと後で話そうと思うんですけど、結構ね、オーメンに関わってる方がいろいろ死んでたりするんですけど、ちょっとこの話はウェブの方で。はい、今夜の相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。やっぱ死んでるんですか？死んでるんですよ。そう、落雷系で言うと、うん、どこに乗ってたかな、ちょっと僕は、まあ、ウィキペディア情報なんですけど、うん、撮影隊かな、乗ろうとした飛行機があったらしいんですよ。で、まあ、なんか、行き先があって、この撮影隊は乗らなかったそうなんですよね。うん、で、違う人たちが乗り込んだその飛行機が、雷が落ちてその飛行機が墜落したとか。あ、で、あ、これ、クがありますね。グレゴリー・ベック。はいはいはい。この息子さんも死んでるんですよね、多分。上映前かな？うん。
まあ、ロードショー前の日に亡くなってたりとか、一番あれだったのはね、スタッフの方が、事故に遭う、車を運転してて、事故に遭うんですけど、で、その方自体は軽傷なんですけど、その横に乗ってた奥さんが、その事故で飛んだタイヤのホイールで首を切って亡くなる。それ映画そのままじゃないですか。あのね、やっぱ首ちょんぱはね、そう、やっぱ僕もう一つ怖いシーンが、そう、さっきちょっとあった、これはワンの方なんですけど、坂道ですかね。うん、坂道でこのガラスの板をね、トラックに積んでるんですよね。で、それを、あれは誰かな、デビッド・ワーナーです。かな。がなんかその悪魔を、ダミアンを倒せる担当かなんかを見つけるのかな、持ってるのかな、うん。それを落として、拾おうとして、上がったところにこの、ガラスの板が来て、首がスポーンって飛ぶっていう。あれ、なんかね、メイキングでね、監督が言ってたんですけど、はい、そういう残酷なシーンが来ると、うん、だいたい2秒間人は目つぶると。うん、で2秒だったら終わってるからって、はいはいはい、でそれを計算して、5秒ぐらい、うん、いろんな角度から撮ったシーンをこう繋ぎ合わせて、まあ、秒数にしたら多分1秒ぐらいの瞬間を、8秒ぐらいにしたんですよ、はいはい、だから目つぶって、あーって上げてもまた首が飛んでるっていうね、意地悪な演出があって。悪意溢れる。あれは悪意ですね。本当にね。いやでもだから僕やっぱ未だにあれはすごい残ってますね。頭に残ってて。そう、エレベーターじゃないですけど、やっぱちょっとトラックに荷物積んでるのは怖いです。なんかね。この紐が外れて落ちてくるっていう設定が、やっぱりね、トラウマなんですよね。やっぱこの頃の映画って、やっぱ今のこの CG 系のやつもいいんですけど、なんか死に方がリアルなん、確かにね。ありそうですもん、だって。この、まあ、CG だとなんか、アニメーションの延長っていう感じがして、あ、また CG で作ってるわって思うんですけど、そっくりなこうマネキンとか血のりとかいっぱいつけて血が飛ぶじゃないですか。そうなんです。あれがリアルですよね、やっぱりね、昔の映画はね。じゃあ、だからメイキングやってました、首飛ぶ仕掛け。いや、やってました、やってました。あれは人形ですか？あ、人形ですね。まあ、そうでしょうけど、人じゃないやろ。なんかね、やってるデビッド・ワーナーって人が、残酷なシーン嫌なんですよ。この人ね、飛行機にも乗れないんです。タイタニックの撮影で、なんかニューヨークに行くときも、船で行ったって。はいはいはい、すごい怖がりらしいんですけど。タイタニックで船で行ったら沈むとか思わないですか？で、この首の撮影のときも、はいはい、自分は撮影現場に入らなかったって。あ、そうなんですね。で、死者のときも、そこだけ目つぶってたら、うん、5秒ぐらい目開けたらまだ続いてたって怒ってましたね。僕もね、あれがしてトラウマナイトとか、自主映画の系のホラー映画を出てるんですけど、はいはいはい、で僕もね、どっちかってその、見る側から言うと、首ちょんぱとか、血系はちょっと苦手なんですよ。ゾンビになってましたよね。なってたけど、あれね、やってるはまあまあ楽しいですよ。あ、本当ですか。ちなみに現場でこの仕掛けが分かると、まあまあやってて逆に面白いというか。まあまあ特殊メイクですからね。うん、特殊メイクで。で、血のりがね、やっぱね、ほんのり冷たくて気持ちよかったりするんです、あれが。あれ味あるんですか？あれはね、作り方によります。へぇ、一応某映画チームに血のり職人がいて。はいはいはい。やっぱね、だんだん慣れてくると、最初は結構、片栗粉の味がする。多分ね、粘りを出すためにやってたと思うんですけど、結構その味が強かったですけど、なんだやっぱその、味がなくなって、美味しくはならないですけど。なるほどね。別に結構口に入れてもなんともない感じで仕上げてくれてました、ね。ドロッとしたのは片栗なんですね。うん、彼は多分片栗でやってましたね。とろみちゃんとかまで出てる。とろみちゃんとかでやってて。すごいな。うん、やってましたね。なるほどね。職人がいるんですよね。という、まあ、オーメン。これは多分、いろいろ見れるんですかね。多分ね。ネットとかね、ネット配信とかもしてるだろうとは思うので、ぜひぜひ、そうです。今流行ってる、その、獣の数字666の元祖というところで。まあ何が怖いってね、やっぱりこれ、作ってる人が信じてるんですよ、これを。キリスト教の信者の人、まあ、アメリカ人ですから。はい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 。だからまあ、なんていうのかな、文化的には僕らと全く違うから、悪魔が来るとかね、そういうのをちょっと信じられない方も多いとは思いますけど、やっぱり作ってる人が信じてるから、はいはい、
リアルに作ってるんでね。そうですね。まあそこら辺は楽しんでいただければ面白いんじゃないかと思いますね。はい。ということで、ぜひ、オーメン1976年アメリカ合衆国の作品でした。はい、今夜のお相手は神崎秀俊と小原武史でお送りしました。YouTube のチャンネル登録、高評価、Twitter のフォロー、よろしくお願いします。ポッドキャストも配信中。詳しくは概要欄まで。